今日はストラップピンの付け方の動画をお送りします。非常に簡単なんですけども、一つ間違えると大事故になってしまいます。この動画を最後まで見ていただければ大事故になりませんので、ぜひ最後までご覧ください。では早速始めてまいります。付ける位置ですけども、今日はこのネックヒールの側面、そしてこの中央寄りにですね、付けたいと思います。では最初にですね、こういった切りでですね、印をつけていきます。はい、つきました。ちょっと分かりますでしょうかね。この辺りにね、ポツンと印をつけました。穴を開ける前にこういったですね、マスキングテープで周りに傷がつかないように保護をしていきます。ではですね、このネジの直径を測ります。だいたい 2.6 ぐらいです。ネジの直径が約 2.6 ですので、この 2.0 で穴を開けますが、その前にですね、この下穴 1.5mm のサイズで下穴を開けていきます。穴を開ける前に削る深さを測ります。はい、約17mm です。穴を深く削りすぎないようにドリルに印をつけます。これで準備ができました。いきなり 2.5 で穴を掘ると、このネックが割れる危険性があります。この下穴、必ずやってください。では、ドリルの刃を交換していきます。では、2.0 に刃を入れ替えます。こちらも同様に、約17mm のところで印をつけます。では2.0で穴を開けていきます。穴開け終わりました。木のくずを払いまして、これからストラップピンをつけていきます。このフェルトを使いますとギターに傷がつきませんし、見た目もすごくいいです。ではドライバーで入れていきます。慌てずにゆっくり入れてくださいね。はい、こんな感じで完成しました。
スワップピンの装着が完了しました。今回の注意点は下穴を必ず開けるということです。ぜひチャレンジしてみてください。「できるだからできるできるで」